本日私は古源小学校敷地内にございます古源調理場の方に来ております。本日はこの方々からお声をいただきたいと思います。はい、栄養教諭の義母紀明と申します。よろしくお願いします。給食調理員の池原義弘です。よろしくお願いします。はい、学校栄養職員の吉浜聖香です。よろしくお願いします。54年という長い歴史が実は昨日終わりました。はい、その歴史最後の日に、栄養教諭として携わることができてよかったと感じています。少し寂しい気持ちがありますが無事に終わることができました。はい、私は勤続25年になりますが、最初の採用もここから始まってここで終わるということで、何かこう寂しいというか思い出というか、そういう感じです。私もですね、学校給食の栄養士をして14年目になるんですが、私もスタートしたのがこの古源調理場で、またその私の学校給食の思い出が古源調理場からなので、最後また古源調理場の最後に立ち会えるっていうのが本当に幸せだなと思っています。実はこの歴史が終わるということをすぐに閉じることできないので、今年度4月に入ってからは、以前からではあるんですけど、自然4月に入ってからは本格的に2人で、学校を通して、給食時間であったり、また食育だよりとかですね、そういう皆さんにお知らせできることは常にやってきました。なので、調理場が、なくなる7月20日で最後だということで、それぞれの子どもたちであったり父兄であったり周りの方々からちょっと寂しいという声も徐々になんか深まってきたような気はします。最後の日に古源調理場のありがとうということで子どもたちに向けて動画を作って、古源小学校、南小学校、古源中学校で見てもらったんですが、その子どもたちとか先生方の感想としては、こんなに長い間この調理場54年間のものをしっかり使ってきてくれたんだねっていうのと、あと子どもたちによってはもう9月からの給食がどうなるんだろうとか心配したり、本当に最後ありがとうございましたっていう多くの声を聞くことができたので、はい、しっかり終わることができたかなというふうに考えています。次移るっていうか、移った新しい調理場っていうのはもう完全に学校敷地にはもうないので、最後の、子どもたちの顔を登校してる顔が見ることができるっていうことで、最初の採用の頃なんかは働く人っていう図工の時間で毎年子どもたちに給食作ってる様子を囲まれて。でその絵が張り出されるのを楽しみにしていて、でしかもまたその時はまたふくよかな方もいれば、いろんな特徴を捉えてて、みんながこれは誰かいたねっていうのが、あと学校帰りに今日は何が美味しかったよとか、一番は思い出っていうのは本当に子どもたちと直に触れ合えることができたっていうのが思い出だし、一番寂しいのはこれですね。古源調理場はこの7月で幕を閉じたんですが、9月からは小学校、村内小学校5校が1つの調理場、読谷第2調理場からの給食の提供になって、また中学校2校が今改築して8月にスタートする読谷調理場からの給食に提供になります。で最新のこの衛生管理のシステムを導入した調理場から村内7校の給食を提供することになりますので、また食数が増えたりとかあるんですけれども、私たちも子どもたちが楽しみにしている給食時間、これからも安心安全に楽しい給食時間が送れるように、はい、調理員さんと協力しながらみんなで頑張っていきたいと思っています。本日は、古源小学校敷地内にございます古源調理場の方からお声をいただきました。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。